鬼だと思ってます。ツイッターとか SNS でバリ雑言飛ばしてくるやつは。で、鬼を見たら鬼退治したくなっちゃうので、まあね、それが60を超えたおじさんの場合もあるし、10代の小学生、11歳、2歳の小学生の可能性だってあるわけですからね、ネットだと。そうそう、宮迫さんがよく死ねって言ってたでしょ。俺あの時に、ってこう、毎回、ってなってたから。宮迫さんは冗談で言ってるんだろうけど、俺は、ってなってましたよ。死ねっていうやつ。あれで、僕は、宮迫さん面白い人だなと思いますけど、死ねっていうので笑ったことはないです。怖い。嫌だよ。死んだら嫌だよ。誰でも。